はい、今回の解説はループマスターズ社よりリリースされています無料で使用できるサンプル素材管理ソフトループクラウド4を解説していきます。当製品はですね、無料とは思えない使い勝手が実現されており、あらかじめボーナスとしてループ素材や単発素材が使用できます。このループクラウドという名前から連想できるように、これら素材はまだパソコンの中にありません。ループクラウドのサーバー上にある素材を視聴して、気に入ったものをパソコンにダウンロード、そして DAW に取り込んでいけるという形です。これによってお使いのハードディスクの容量を気にすることなく膨大なサンプルを管理することができます。この際注意点として、サーバーにアクセスして音源を視聴していきますので、必ずパソコンをインターネットに接続しておくと。このサンプル管理のソフト、さまざまなものがリリースされていますけども、やはり大切になってくるのが探しやすさですね。いかに目的のサウンドに素早くたどり着けるか、このあたりがポイントになります。ループクラウド4のファイルはこのように素材にタグ付けされていまして、名前の検索はもちろんなんですけども、ここからですね、ループ系のフレーズ、そしてリズム系に多い単発のこちらワンショットを指定することもできます。このようにインストゥルメントから楽器別や特性、そしてジャンルやサンプル素材の制作メーカー、ワブレックスなどのフォーマット、アディショナルという尾行、そしてキーなどからですね、素早く検索が可能です。これら選択したタグはこの部分で確認ができまして、これらを複合して探すことができるという感じです。このように絞り込んだものはクリックしてスペースで再生ができます。もう一度スペースを押すと停止となります。この際ですね、視聴ボリュームを変更したり、サンプルの再生が最後までいった際にもう一度再生が頭に戻るループ再生を指定することもできます。この検索結果、クリアボタンを押しますと一発で解除できまして、もう一度頭から探していくことができます。先ほどのベースのように、各ファイルには演奏されるテンポが表示されています。視聴の際はこのテンポで再生されます。このテンポはこの BPM、 上下ドラッグすることで変更することができます。ただ多くの場合、サンプルを探す際は楽曲を作りながら探すと、その場合毎回楽曲のテンポに合わせて再生するというのはちょっと面倒です。この際に便利なのが DAW との連携になります。例としてロジックで解説します。ソフトウェア音源を選択しまして、この中にループマスターズがありますので、ループクラウドを選択します。このようなウィンドウが立ち上がりましたら、 DAW との連携は完了です。ループクラウド右下見てみますと、しっかりとですね、ロジックと連携していると表示されます。他のファイルを視聴した際も、現在の DAW のテンポ、今ですと120で再生されます。このあたり非常に便利ですね。これと合わせてファイルのキー、例えば楽曲のキーが A だった際は B から A に下げればいいので、こちら2半音下げる、この段階で A で再生されます。もしくはこの部分ですね、キーを指定できますので A に設定して、このオートボタンを点灯させます。これで A で再生されまして、例えばこれが D だとします。このピッチパラメーターが移動して最適なキーで演奏してくれると。このあたり非常に便利かと思います。またもう一つ便利な点がありまして、このエディターですね、開きまして MIDI キーボードを演奏しますと、今選択されているフレーズのキーをですね、このように変更しながらフレーズを確かめることができるという形です。それではテンポ120、そしてキーを D にしたものを DAW に取り込んでみましょう。冒頭でもお伝えしていますが、このファイルはまだパソコン上にはありません。使用したい状態になりましたら、ダウンロードを行う必要があります。ダウンロード HQ ファイル、ここをクリックします。このようにすぐにダウンロードされます。このオリジナルはエディットが加えられていない元々のファイル、プロセッシブがピッチを変更したり、これから解説するエディットを行った作業結果が含まれたファイルということになります。今回はこのプロセッシブをダウにドラッグ&ドロップするという感じで簡単にインポートすることができます。ダウンロードしてパソコン上にあるファイルは、状態の部分にこのようなアイコンが表示されます。この状態まで来ればインターネットがつながっていなくても使用が可能ということです。ダウンロードした素材のみを表示させるということも可能で、この上ですね、先ほどのループワンショットの右、これを点灯させますと、こんな感じでダウンロードして現在パソコン上にあるファイルのみが表示されます。そして気になるのが、ダウンロードしたファイルはどこに行ったのかということかと思うんですけども、この部分ですね、右クリックしてそのフォルダに飛ぶことができます。このファイル一つ一つはそこまで容量が大きくありませんが、これからたくさんダウンロードしていくと、どうしても容量が多くなってしまいます。こういった場合、このダウンロードフォルダを指定しておくことができます。この上ですね、環境設定マークをクリックしまして、オプションズタブのセレクトライブラリーフォルダ、この部分からダウンロードされるフォルダの指定を行うことができます。容量に余裕がある外付けハードディスクの中にフォルダを作って、その場所を指定しておくというような使用方法もおすすめです。はい、といった形でループクラウド4の解説進めてきました。次回はこの製品の概要に続いて、オリジナルサンプルの追加、そして便利なサンプルエディット機能について解説していきます。
この動画が参考になりましたらグッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。今回もご視聴いただきありがとうございました。